田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム239、量の拡大から質の充実へ、やっぱり勝負あったトヨタ VS 日産ゴーン口先番長と題してお届けをお伺いいたします。売上台数がですね、まあなぜか、まあルノーなどという日本の会社じゃないですね、おそ松くんに出てくるイヤミノシェーっていうフランスの会社と、あとまあ青息吐息だった、三菱自動車というものを足したそのなんか日産ルノー連合の台数がトヨタを追い抜いちゃった。トヨタだってまあ鈴木とも提携したし、ダイハツはもともとそうじゃないかみたいなご意見もございますが、そしてあのなんと最も排ガスに関して嘘800をついていたというですね、フォルクスワーゲンアウディのグループというものが世界で一番売れていると、まあアメリカの GM とかではなくなってしまったというところはまあ歴史かなという気もいたします。でトヨタはじゃあ3番手になってしまった。量の拡大じゃないんですよ皆さん。そんなこと言ったら量の拡大そのうちインドや中国の自動車会社の方がなってくるかもしれない。もっと言えばヨーロッパの会社だってすでにインドや中国の資本が入ってきてるわけですから、それをまさにカルロス・ゴーンなどというですね、全く検査の嘘800があった時に代表取締役ですよ皆さん、社長じゃなくてもこの人が全く雲隠れをしてるってのは、カルロス・ゴーン口先番長はなんと佐川様と一緒だったんじゃなかろうかと。佐川様っていう名前にですね、ぜひ帰化して変えていただいたらよろしいんじゃないかと思います。これネタでありますから、こんなさまつなところを捉えて田中康はわけわかんないことを言ってるなどという人は、つまりゴーン氏が大取りであるにもかかわらずあの問題で全く出てこないというのはノブレス・オブリーブじゃないってことです。まさに自分だけいい給料をもらっていてですね、そういうことは全部我々黄色人種である日本人に押し付けてるっていう大変な差別主義者がカルロス・ゴーンだということであります。そして日産が作った皆さんタクシー専用車ってどうですか、よっぽどトヨタのジャパンタクシーの方がその、微妙なあの紺色の色合いというですね、運転手の人たち100人に聞きましたって、100人に聞かなくたって日産の NV の方が全然ダメだっていうことはもう明らかなわけでございます。それをまるでニューヨークで採用されたから良かったみたいに言ってる日産って一体なんじゃらほいということでございます。でそのトヨタなんでございますけども、トヨタとデンソーとそして愛新世紀、もちろんみんなグループ企業じゃねえかっていうかもしれませんけど、3月の2日の日にですね、自動運転技術を開発する新会社を共同出資で東京に設立すると発表したと。1000人規模の体制で、3社で3億円以上を投資するということなわけでございます。そしてそれは社内の公用語は英語とすると。ここだけ捉えるとなんだよと、三木谷ミッキーと一緒かよとか、そうじゃない、三木谷ミッキー様だって日本語でご商売をしているところの顧客が主たるものにもかかわらずですね、こう社内公用語が英語だなんつってんな、全く愚かなですね、もう本当に差別用語を遠慮せず申し上げれば自らパンパンやってるようなもんでございますよ、はっきり言って。パンパンって言葉が分かんない人はあの乾パンではないのでですね、お調べいただければと思います。でもこっちのトヨタの問題は、これはデンソーと愛新世紀とトヨタがやこなわけども、自動運転っていうまさに国境を越えたところでいろんな技術者が入ってくるということだから、日本語を覚えてもらうよりはまだ我々が片言でも中学校から英語習ってきたんだから英語を公用語にしようってことで、まあご存知のようにですね、楽天のホームページというものは公用語が英語なのに、楽天のページに聞くと日本語でしかお答えできません、日本語で質問してくださいっていう、ほとんどまあ、Google も日本ではやってるのはハロー Google なわけでございますけれども、でまあこのトヨタがやろうとしていることは何かって、量の話じゃないんだと。イールド利益率というものは自分が儲かるってことじゃない、みんなの幸せをもたらすような幸せの利益率というものがイールドの計算になって、それが企業として問われてくるということなわけですね。まあトヨタ財団というものがですね、非常に素晴らしい、福祉の現場であったりですね、さまざまな研究であったり、あるいは自然ということ、森林であったり昆虫であったり、こうしたところにお金をですね、スモールサイエンスに対しても出しているということは、
知ってる方は知ってるけども、さして宣伝してないので知らない方は知らないという形であります。じゃあ日産は一体トヨタの役員よりも何倍もいい給料にゴーン氏の下で全員引き上げられて、黄色い顔肌をした人たちはお喜びかもしれないけど、その前にゴーン氏がやってきてコストカッターと称して日産からですね、自分の意に沿わずにですね、第二の人生第三の人生を言ってしまった人のことを考えてないのかって話でございます。そうするとまあお給料がいかほどが良いのかっていう話のレベルの以前にですね、トヨタ明雄氏がワンマンだとかいうような雑誌もたくさんあります。でもトヨタ明雄氏がやってることの方が少なくともですね、佐川さんと同じようにですね、ちっとも表に出てこないカルロス・ゴーン氏が数字だけトヨタを上回ったと言ってるのはお前の給料の話かよってことでございまして、私はこれはですね、社会的共通資本としての企業というものも一体何なのかということを大変に象徴的に示してくれる。量の拡大から質の充実へ、やっぱり勝負あったトヨタ VS 日産ゴーン口先番長と題してお届けをいたしました。関連の資料も、表示してありますので、お時間があればご覧になってみてください。